パワーチャンネル登録お願いします。ファインディング今日は久しぶりのレンさんと一緒にダンジョンの夜市を回っていきたいと思います。恥ずかしい、顔が赤くなってるんだけど久しぶりすぎて恥ずかしい。見て、かわいい。はい、行ってみよう。夜市はこの前リンシャンに行きました。日本から友達が来て友達連れて行ったんだって。すっかりさ台湾の人になってると思わない？台湾住んで何年ぐらいだっけ？3年ぐらい。あ、来た。中豆腐食べる？揚げてあります。匂いもう違和感なくなるよ。もう台湾人になってる。中国語で注文してくださいよ。注文挑戦。不好意思恥ずかしい。頑張ろう頑張ろう。いかうん、いいか。ニャオツ？あ、ごめん、ごめん。あ、本当に豆腐来るの？うん、来るよね。ここで食べていいよって言われたよね。いただきます。うん、めっちゃ普通に食べてる。もうすっかり台湾の人になってる。え、美味しい。美味しい。こんなに臭くありません。全然臭くない。開けたやつは全然 OK じゃん。でもやっぱりさ、臭豆腐食べれる人は台湾に長く住めるっていう私の統計は結構間違ってないと思う。いや、普通に美味しい。つまんないな。なんか食べれないものを食べたいだよ。ないよ。じゃあ次。どうですか、中国語は。あまり変わってない気がするわ。いい点点。いい点点。コロナで忘れました。コロナのせいにしよう。全部コロナが悪かった。あのハマグリ美味しそうよ。ハマグリ美味しそう。恥ずかしい屋さんだよ。恥ずかしいと開かないんだよ。何言ってんの、41歳のおじさんが。れいちゃん気をつけてね、暑いから。暑いよ、暑いよ。あ、暑い暑い。新鮮。ビール飲みたくなるわ。ビール飲もう。ビール飲もうよ、早く言ってよ。美味しい美味しい美味しい。普通に新鮮で超センターもついてすごい。キールンから直送だよ。キールンの夜市に行ったらあるね。やっぱり台湾いいでしょ。優しい味するよね、これも。ハマグリも優しいし、人も優しいんだよ。こいつスープまで。おー、これ飲んだ方がいいよ。めっちゃ元気になるよ。水筒に入れて持って帰りた。美味しい美味しいよね。うん、めっちゃ元気になるよ。パワー。これじゃない？挑戦しよう。やったー、れいちゃんがちょっと見た目がほら、美味しそう。コラーゲンだよ、れいちゃん。鶏の足だよね。れいちゃん、知ってる？これを食べれないと台湾の永久居留権もらえないんだよ。鳥肌立つよね、これ。初めて？初めて。イエー、れいちゃんの初体験。これ食わず嫌い。これを克服したら台湾に嫁いじゃうかもしれないよ。え、今彼氏は？めっちゃ顔が赤くなってる。全国放送でしょ。全世界だよ、食べよう。え、これどこ食べる？もうほら、ほら見て見て。はーい、握手しようとしてるよ。はい、このつぶつぶが怖くない？これ集合体恐怖症の人無理だよね。私ももともと無理だった。うん、そんなに食べる機会ないよね。台湾人と結婚したらあるのよ、それが。台湾人ドラマを見ながらこれを食べる。じゃあ私もお手本見せるね。噛めばいいの。怖。美味しいんだよ。見なければ本当に鶏肉。お、人生もう一歩踏み出した。鶏肉ですね。ほら進化したじゃん、レイちゃん。食べにくくない？食べにくいのは確かに。でもここの部分とか超いっぱいあるよ、この分厚いところ。えらえら、こっちこっち、反対側。あ、ここはね。ここでしょ。えらい、この子は挑戦するから。コラーゲンだよ。18歳に戻れるよ。そんなに若返る？人生まだ進化したよ、さっき噛んだ瞬間に。え、でも食べにくくない？でもここのところがやっぱ一番食べるところあるでしょ、ここの指先より。うん。弱くない、これ。いや、もう台湾人 30%。 めっちゃ鶏の足を感じる。いや、鶏の味です。でも味美味しい。一個吃肉飯。老板。老板。不好意思，我给他任务，他是日本人。一个吃肉饭，一个吃肉饭。那在走吗？还是在用？好，你回答，快点。没有，没有，没有。那两个你根本是。
油がついてない方。牛肉ってこと？豚肉。あ、豚肉？ルーローファンとはまた違うの？まあ同じ感じなんだけど、ちょっと油がついてない。油身がないですってこと？あ、サンチャイが入ってます。あ、パクチーは食べれますか？サンチャイ食べれるの？食べれます。食べれないかなと思って。失敗。美味しそう。ソースどうぞ。うん、うんふん。久々食べた。うんふん。重くないね。油身が少ないからじゃない？うん、軽い感じ。でもレイちゃん結構さ、日本に長いこと帰ってなかった？ちょっとコメント欄、いつもレイちゃんいつ帰ってきますか？今パンダちゃん、一人ですが。なんか久しぶりに日本に帰ったら変わったことは何かあります？久しぶりにちゃんと電車に乗ったかも。タクシーを使わずに電車に。やっぱりタクシーは高いか。タクシーは高いよね。台湾だとすぐ乗っちゃう？頑張って乗らないように最近してる。乗ってたんだね。めっちゃ美味しい。これちょっと酸っぱくて美味しいよ。ちょっとトロトロ感のあるスープ。美味しい。優しい味。そう、食欲ない時でもスルスル食べれる味。酸味があって美味しいです。はい、次並んでる。でもピンクアチョウじゃなくてパリスチョウだよ。何が違うんだろう。かわいい。そっからそうやって出てくる。ほとんど芋だ。芋ここで作りたてだよ。そう、手作り。かんころ餅風を。揚げ方がさ、やっぱディゴアチョウと違う感じしない？味はどう変わるんだろう。20元だって。今夜市でもさ、20元って買えるものあんまりないよね。もしかして1個しかないよ。いや、そんなことないでしょ。え、ほら、結構10個ぐらい入ったよ。うん、おいしい。お札どきみたいな匂いがするんだけど。小さいディゴアチョウ。もちもちしてて美味しいよね。1個がサイズがちっちゃいから、もっともちっとの面積が大きい。あ、ショロンバだ。食べてみよう。いかーしょ。やっぱり失敗。夜市の小籠包初めて。夜市で小籠包食べたことないかも。さあ行ってみよう。食べまーす。食べ方合ってる。食べ方。食べまーす。気をつけて。熱いよ。美味しい。スープたっぷり。おお。ジューシー。めっちゃいっぱい入ってる。おお。簡単です。レイちゃんもそこそこ食べれるね。食料。今回日本に帰って、日本で台湾料理屋さんなんか食べたある？ウーバーでマーラーパン、マーラータン頼んだ。どうだった？味同じだった？まあ美味しかったけど、台湾の方がね、美味しいよ。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。ね、これ普通に美味しい。めっちゃスープたっぷりだよね。8個も入ってんのに110元でしょ。コスパ最高じゃん。1年半ぶりぐらい中国語でレイちゃんにご紹介してもらおうかな、うん、そうだね。一番初めに登場してもらった時にここからどれだけ進歩するのかって。全然聞こえてないふりにされてるんだけど。リンツーシャオジェでしょ。リンツーシャオジェです。日本語じゃん。コスリンツルーベン。前と一緒やん。ルーベン。あれ悪い。台湾語勉強する方が早いかも。ほうちゃん、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 美味しい。じゃあ、カオベイ。カオベイ。あ、ニハオ。もうお腹いっぱい？うん、割と。え、パリコはこれからだよ。そうだよ、まだ半分ぐらいかな。あ、ここが有名らしいよ、ここ。あ、これ。いいね、この席。美容スチーマー。今日は無料だよ。肌がプルプルになってるかもしれない。頑張る、这个位置对你有蛮好的。天气美容スーパーだ感じ。不用加服务费啊。美味しそう。いただきます。ちょっと熱い。フーフーして食べてください。お肉入ってる。どうですか？美容コースだよ。カオツー。カオツー。ホーチャー。ホーチャー。玉ねぎいったやつ、うん、美味しいよね、うん、あれはホントントン。このセロリも美味しい、うん、結構しっかり中のお肉も味がついてて食べ応えある。タイエンどうですか？食べてるから忙しいんだよ。行かないでよ、うるさい。もちもち。うん、暑くなってきたから逃げようよ。真夏は大変だね。大変だよ、今真夏だよ。今のオバのこと、うん、私のことじゃなかった。違う。私も今カメラ持って大変だよ。シャフトズメントソイバイバイ。先生、バイバイ。量が本里中。え？あ、トイトイトイ。谢谢老板娘，小月女就岁月，谢谢，拜拜。レイちゃんが注文してくれたパイナップルジュース超美味しい。ちゃんとパイナップルジュースが来てよかった。めっちゃ臭い空間。めちゃくちゃ臭いね。レイちゃん絶対食べれないでしょ。めちゃくちゃ臭い。でもこんな臭いやつちょっと初めてかも。この空間がやばい。レイちゃん台湾に住んでる間に全部の台湾の中でいろいろ行ったと思うけど、どこが好き？台南。
たいな。食べ物が美味しい。基本的に甘いな。九州の味付け甘いから。そうだ、私たち九州だからちょい甘いじゃん。故郷の味。ヤシエだよ。ヤシエも臭いの。ヤシエは臭くない。食べれるんだ。じゃあレイちゃんはこれからずっと台湾ですか。まだ台湾です。台北以外のところも一緒に遊びに行ったりしよう。台湾のディープのところをもっとレイちゃんと一緒に発見していきたいと思います。私たちのメッセンだと40代になっちゃうから、レイちゃんの20代の私入れないでよ。私まだだから。こっち側、こっち側裏切られた。うん、まだ20代こういう感じで。でもラインを引いてよ。あ、そっちに入れないでください。おじさん、バイバイ。チャンネル登録お願いします。欢迎订阅。